タンパク質構造データバンク、タンパク質構造データバンク、タンパク質構造データバンク、PDB、プロテインデータバンクは、タンパク質、タンパク質と拡散の3次元構造の構造座標、立体配座を蓄積している、国際的な公共のタブースである。PDB に蓄積されている構造データは、X 線結晶解析法、NMR 法、 核磁気共鳴法などによって実験的に決定されたデータである。なお、理論的な予測、タンパク質構造を予測で推定されたデータは蓄積していない。世界中の生物学者や生科学者たちが PDB に構造データを登録する。PDB に登録されたデータはパブリックドメインの下で公開され、誰もが無償でアクセスすることができる。 日本では大阪大学タンパク質研究所にその支所がある。PDB は生物学的構造データの中心的なデータベースである。構造生物学の研究で欠かせない情報源であり、また近年では構造ゲノミクスの研究でも重要なデータベースである。バイオインフォマティクスの研究でも PDB に代表される産事元、 分子構造データベースは重要な研究対象である。PDB から派生したデータベースとプロジェクトは非常に多く、タンパク質の構造、機能、進化のそれぞれの側面から PDB の構造データの統合や分類を行っている。1971年にアメリカ合衆国のブルックヘブン国立研究所が PDB を設立した。1998年に PDB の管理は、同研究所から、構造バイオインフォマティクス研究共同体に移管され、同研究共同体のプロジェクトの一つとなった。PDB が設立された当初、データベースが含む、タンパク質の3次元構造は7つであったが、その後、データベースに登録される構造データ数はほぼ指数、関数的に急激に増え、この増加傾向が衰える兆しはない。 PDB のデータの増加ペースは多くの人々により分析の対象となっている。2008年1月22日現在の時点で PDB のデータベースでは48,555構造の分子の3次元構造のデータが公開されている。そのうち44,742構造がタンパク質であり、他には核酸、タンパク質核酸複合体、その他の分子構造が 登録されている。ここ数年は、毎年約5000の新しい構造データが登録され、公開されている。構造データは、マシフという分子構造データを記述するために、開発された形式で、格納されている。注意すべきこととしては、PDB は、生体高分子を構成する、核原子の厳密な廃座の情報を、格納しているということである。ただし、 水素以外の原子については多くの場合は統計的に廃座を推定している。例えば生体高分子の CE ンスデータ、特定のタンパク質を生成するための情報を記述したアミノ酸配列や特定の核酸を構成するヌクレオチド配列のみに関心がある場合は、スイスプロットや国際延期配列データベースの PDB よりさらに大規模な配列データベースを使うべきである。 2014年6月3日現在 RCSB のページでは次の統計情報を公開している PDB のタンパク質データのうち注意タンパク質構造を予測により理論的に推定されたモデルは統計に含まれていない2002年7月2日より前までは含まれていた PDB の統計情報のページは毎週更新されている PDB の3次元構造データのファイル形式は頻繁な変更と改定を経ている。元々のファイル形式はコンピュータのパンチカードの幅の制約に従っていた。従来のファイル形式には多くの問題が伴うため、いくつかの清掃プロジェクトが行われている。MMDB は ASN1 形式を採用しており、また、 ASN-1 形式を XML に変換した形式でも提供している。WWPDB は、戦術したように RCSB PDB MSD a b i PD PDBJ の3つの組織により構成されており、それぞれの組織のデータベースをまたがって一貫した形式でデータを提供している。一定の人々は、こうした状況を肯定的に認識している。 別の人々は構造データを共通のデータベースで利用できなければ生体構分子の構造に関する問題について研究者間の会話が成り立たないと考えている。PDB から提供される構造データにはそれぞれ PDBID という4文字のアルファベットからなる識別子が割り当てられている。PDBID は生体構分子の識別子として使うことはできない。なぜなら 同じ一つの分子が環境、状況に応じて異なる複数の三次元構造を取るということが、タンパク質などの分子ではよくあるためである。その場合、一つの分子がその取り得る構造ごとに複数の PDBID を割り当てられる。WWPDB では、生物学者によりタンパク質や拡散の構造データが登録されると、 wwpdb のスタッフがその構造データを検証し注釈、アノテーションをつける。その後、データはソフトウェアにより妥当性を検証される。この妥当性検証ソフトウェアのソースコードは無償で公開されている。戦術した通り、wwpdb でも実験的に決定された構造データの登録のみを受け付け、タンパク質構造を予測により、 理論的に推定された構造データは受け付けていない。現在、様々な配分機関や自然科学系学術雑誌が自分たちが関わって決定した構造データを PDB に登録する科学者を必要としている。PDB の3次元構造データは生体物質を視覚化するソフトウェアを使って見ることができる。このようなソフトウェアをいくつか示す。 構造バイオインフォマティクス研究共同体のウェブサイトではまた教育や構造ゲノミクスに関するリーソースおよび関連するソフトウェアを提供している。タンパク質の一種である酵素のデータベース楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。